アクチベーターである、甲状腺ホルモン受容体は通常、コリプレッサーと結合し、標的遺伝子の発現は防がれている。リガンドとなりホルモンが結合すると、コリプレッサーは解離し、コアクチベーターがリクルートされる。アクチベーターに結合した、コアクチベーターは、RNA ポリメラーゼや他の転写装置をリクルートし、標的遺伝子の転写が開始される。 コアクチベーターは、アクチベーターに結合して遺伝子の転写率を高める、転写コレギュレーターである。アクチベーターには、DNA 結合ドメインが存在し、遺伝子のプロモーター部か、エンハンサーと呼ばれる調節配列に結合する。アクチベーターコアクチベーター複合体は、基本転写装置をプロモーターにリクルートすることで、転写の速度を高め、遺伝子発現を高める。 アクチベーターとコアクチベーターを利用することで、細胞種や発生段階に依存して、高度な特異性で、特定の遺伝子を発現させることが可能となる。一部のコアクチベーターは、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ活性を有する。ハットは巨大な多タンパク質複合体を形成し、ヒストンの N マッタンテールをアセチル化することで、ヒストンの DNA への結合を弱める。これによって、 転写装置がプロモーターに結合するための空間はより大きなものとなり、結果として遺伝子発現が増大する。アクチベーターは全ての生物に存在するが、コアクチベータータンパク質は一般的には真核生物のみに存在する。これは真核生物ではより複雑で入り組んだ遺伝子調節が必要となるためであると考えられている。 コアクチベーターは核内に極在しているタンパク質であることが多い。ヒストンアセチルトランスフェラーゼはアセチル COA からアセチル元を除去し、それをクロマチンのヒストンの N マッタンテールへ転移する。逆反応ではヒストンデアセチラーゼがヒストンテールからアセチル元を除去し COA と結合させることでアセチル COA が形成される。一部のコアクチベーターは アクチベーターに結合して、コンフォーメーション変化を誘導し、アクチベーターが DNA のエンハンサー、またはプロモーターの配列に結合できるようにすることで、間接的に遺伝子発現を制御する。アクチベーターコアクチベーター複合体がエンハンサーに結合すると、RNA ポリメラーゼ2や他の基本転写装置が DNA にリクルートされ、転写が開始される。 各 DNA は通常ヒストンの周囲に巻きついており、転写装置が DNA にアクセスすることは困難、または不可能である。DNA とヒストンとの結合は主に静電的相互作用によるものであり、DNA のリン酸骨格は負に帯電し、ヒストンはまさに帯電したり人残機に飛んでいる。DNA とヒストンとの間の強固な結合は DNA から RNA への転写を防ぐ。 多くのコア,アクチベーターにはヒストンアセチルトランスフェラーゼ活性が存在しヒストンの N マッタンテールの特定のリジン残機をアセチル化することができるアクチベーターはエンハンサー部位に結合してハット複合体をリクルートしプロモーターに結合したヒストンの性に帯電したリジン残機をアセチル化によって中和するこの電化の中和によって 負に帯電した DNA に対するヒストンの結合が弱められて、クロマチン構造は緩和され、他の転写因子や転写装置がプロモーターに結合できるようになる。ハット複合体によるアセチル化は転写伸長過程でのクロマチンが開いた状態の維持にも寄与し、転写速度を上昇させる。N マッンアセチルトランスフェラーゼはアセチル COA からポリペプチドの N マッンの網のもへ、 アセチル元を手にする。タンパク質の N 末端のアセチル化は、新核生物で最も一般的なタンパク質就職の一つであり、人のタンパク質の約85%がアセチル化されている。アセチル化は、タンパク質や RNA 転写産物の合成、安定性、機能、調節、そして極材に重要である。ハットの機能は、こうした。 N 末端アセチルトランスフェラーゼと類似しているが、ハットによるアセチル化はナットによるものとは異なり、化逆的である。ハットを介したヒストンのアセチル化に対しては、ヒストンでアセチラーゼによる逆反応が行われ、ダクはリジン残機を加水分解して、ヒストンからアセチル元を除去する。これによってクロマチンは緩和状態から閉じた状態となり、 転写装置のプロモーターへの結合が困難になって遺伝子発現は抑制される。ハット活性を示すコアクチベーターとしてはカーム1 CBP、CB EP300 などがある。多くのコアクチベーターは特定の条件下ではコリプレッサーとしても機能する。タフ1やブタフ1などのコファクターはアクチベーター存在下では転写を開始しアクチベーター非存在下では 基本的な転写を抑制する。転写調節は生物が遺伝子発現を変化させる最も一般的な方法の一つである。アクチベーターとコアクチベーターの利用はいつ、どこで、どれだけのタンパク質を産生するかについてより多くの制御を可能にする。これによって各細胞は環境変化や生理的変化に迅速に応答し、 調節がなければ生じてしまうような損傷を軽減することが可能となる。コアクチベーターの遺伝子の突然変異は、タンパク質の機能の獲得、または損失をもたらし、先天性疾患、癌、神経発達症、知的障害など多くの疾患と関係している。コアクチベーターの過剰発現や発現低下をもたらす調節異常は、多くの薬剤との相互作用に悪影響を与え、 がん、不妊、神経発達症、精神障害への関与が示唆されている。具体例としては、中枢神経系、生殖系、狂腺、腎臓で、多数の転写因子のコアクチベーターとして機能するクレブ。結合タンパク質は、ハンチントン病、白血病、ルビンシュタイン低微症候群、神経発達症、免疫系や増血、骨格筋機能の欠陥と関連している。 コア,アクチベーターは、がん、体脂異常、心血管疾患、二型糖尿病などに対する薬物治療の有望な標的である。例えば、ステロイドホルモン受容体のコアクチベーターであるんこさんは、乳がんでしばしば過剰発現しているため、このコアクチベーターを標的とする阻害剤の開発によって発現を低下させることができれば、乳がんの治療法として利用できる。 可能性がある。現在300種類の転写、コレギュレーターが知られている。コア,アクチベーターの一部を次に挙げる。ありがとうございます。